皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログの投資です。中学2年生の英文法、今回は Better than the best、 これを使った練習問題を解いていきます。 Good と Well の比較級が Better、 最上級が Best でしたね。では問題を見ていきましょう。四角1、日本文に合うように英文を完成しましょう。こういう問題です。括弧1、あなたの机は私のものよりいい、こういう意味の英文を作ります。いいというのは good ですね。そして私のものよりというふうに比べているので比較級を使って Your desk is betterThen mine. Your desk is better than mine. このようになります。括弧2番。あなたの親友は誰ですか？親友というのは best friend と言いますよね。そして誰ですかと聞いているので疑問詞、誰という疑問詞 who でしたから who をまず最初に書いて Who is your 親友 best friend? Who is your best friend? Who is your best friend? これであなたの親友は誰ですかという英文になりました。括弧3番です。加藤さんは5人の中で一番上手に英語を話します。一番上手、一番ですから最上級を使いますね。上手というのは well の最上級は best ですから、 Mr. Kato speaks English the best で、5人の中でと数字が来ているので前置詞は of を使って ofThe five. Mr. Kato speaks English the best of the five. Mr. Kato speaks English the best of the five. このようになります。括弧4番です。ケンジはトムより上手に泳ぎます。上手というのは well ですね。ですから上手に泳ぐでしたら swim well。トムより比較するので比較級のベターを使いますね。Kenji swims better than Tom. Kenji swims better than Tom. ね、better than で誰々よりトムですから、better than Tom でトムより上手に泳ぎます。このような英文になります。では、四角の2に移ります。次の文を指示に従って書き換えましょう。こういう問題です。括弧1番。His life is good. His life is good.、彼の人生、生活はいいです。こういう文章ですね。それをより良くなるという文に書き換えます。より良くなるというのは、これから未来のことですから、未来のことを言うときに使う will を使う、ね、こういう文章になります。ですから His life will、 助動詞の will が来たので be 動詞の is は be になって will be、 より良くという good の比較級が来て will be betterHis life will be better.、ね、彼の人生はより良くなるでしょうという。Will を使っているので、これ確信をしてですね。絶対良くなるという意味になりますね。この be ですけど、will be の be、これを become、ね。何々になるという意味の become。これを使っても構いません。これを使うと、His life will become better。このようになります。
括弧2番 Naoko plays tennis well. Naoko plays tennis well. Naoko はテニスをするのが上手です。上手にテニスをします。こういう意味の英文ですね。これをチームの中で1番という文にしたいとき、1番ですから最上級ですよね。最上級を使うと Well 最上級になって The best。 そうすると Naoko plays tennis The best。 で Her team、 チームの中でという集団の中でというときには前置詞の in を使って in her team。 Naoko plays tennis the best in her team。 Naoko plays tennis the best in her team。 これで Naoko はチームの中で一番テニスをするのが上手ですという意味の文になりました。今回は Better than the best の練習問題を解いてみました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。